まあ、前なですか、ブロザンス。今日は、900円でお寿司がなんと食べ放題のお店があるんでやってきました。こちらの食堂楽豊さんです。今800円か、1月から900円。でも900円でもめちゃくちゃ安いです。食べ放題ですよ。おしゃー、座敷になってます。バイキング形式なんで早速取っていいみたいですね。取りに行きましょう。これ食べ放題なんですよね。めっちゃ安いですよね。それでも900円。シマアジ、シマアジ、あ、タイね。すごい。で、野菜、冷ややっこもある。サーモン、手羽先、焼きそば、チキンカツ、フライ、鶏梅しそか、肉団子。まずは野菜ね。野菜も食べ放題。エビじゃない。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。エビ4つ、トマト、タイ。めちゃくちゃ安いですね、オーナーさん。大丈夫ですか？大丈夫。夜も空いてるんですよね。夜は普通に、そうですね。一品と、こういうコース料理。夜もバンバン来てもらいたいってことです。そっちはですか？飲み放題あるんですね。夜も。どういうことですか？ビアガーデンはないんですよね。ビアガーデンのコースね。飲み放題。ちょっと値段安くて、量もちょっと少なめで。これ夜？夜、平日限定で。そうなんです。だいたいビアガーデンが4000円ぐらいなんで。そうです、ね、それに合わせて、と対抗して。それより、まあまあまあ、いいもの、ちょっと、ちょっといいお寿司とかも。これもコースで。コース、あ、失礼しました。飲み物は飲み放題。飲み放題。ジュースもお茶も、コーヒーも飲み放題ですか？ちょっといいコーヒーなんですよ。コーヒーお前。いいコーヒー。嫁さんのコーヒーうるさいんで、コーヒーはええ飲んでセーフです。そうなんですか。時間はお昼は60分です。お昼は60分で、60分以内。いや、60分でも全然食べれるよね。いっぱい食べるぞ。えい、お、買ってきました。ちょっと匂ってみます。うん、いい香り。いただきます。この寿司しっかりしてる。ほら、しっかりわさびも入って。これね、大きい小さいというよりかね、食べ放題なんですか。すごいよ、ほら、ほら、信じられない。うん、すごい。僕はでもエビが好きなんで、エビをたっぷり食べます。3個目。ナスビさんですよね。ブドウです。あ、ブドウちゃん。色は落ちます。色は落ちます。生で見るの初めて。あ、ありがとうございます。なんかいつも見てくれてる方に声かけていただきました。食べてしまったんで、まだ取ってきます。鉄火巻きやな。はい、ということで、また取ってきました。鉄火巻きにエビに、これ何？ヒラメ？ください、これ。これ、食べ放題。鉄火巻き。これ、ガリについてますよ。はい。おかわりいきます。してください。巻物取ってきてって言ったら、春巻き取ってきました。結果巻きやろ。これはカンパチ、ブリ。でもこれね、絶対調子になっていっぱい取ってきたら食べれなくなりますので、ちょっとずつ取りましょう。うまい。特に、めちゃくちゃ食べるっていうわけではないですけど、食べます。あ、海鮮寿司ってどれぐらい食べるの？ 3 皿？これでも13皿ぐらいかな。10皿ぐらいかな。それで、
ったら10で20個か20個1皿100円食べるとして18個まあまあ食べなかったでも回転寿司皿1個に2個は乗ってるやんそれで10個食べて並んできたら10個食べるからそんな感じだけどここに20個並んだったらまあまあある。だからもうこれ最後もうこれ食べたらごちそうさまします。エビでも20個ぐらい食べた30個ぐらい食べたかな、トータル40貫40貫食べたんちゃう。そんなことないな。まだ考えるわ。最後食べます。3、2、あー食べた。はい、ごちそうさまでした。うん、うまっ。デザート食べたかったけど寿司食べすぎてもう無理だ。あ、めっちゃ食べた。え、消費税いらないですか。え、デザートを食べたかったんですけどもうお腹いっぱいになってしまいました。ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。あ、ダメだ。ということでなんと800円、来月から900円になれるとかもしれないって書いてあるんですけども、それでも消費税なしで寿司食べ放題、めちゃくちゃ安い。皆さんもぜひ食道楽豊さんに来てみてはいかがでしょうか。激安を求めて姫路歩きたいと思います。えいえい。ぽー、まだまだ食べ放題は続くと頑張ってやります。頑張って夜もやってますね。皆さんぜひ夜は普通のコース料理やってます。コース料理もあるんでね、はい、あとビアガーデン飲み放題プランもありますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ食べました。ありがとうございます。食べ過ぎてありがとうございます。どうもお気に食べ過ぎてデザートを食べれませんでした。またお会いしましょう。バイバーイ。